はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの U1 が入っております。今回のはちょっと古いですが木目です。珍しいですね。 U1 の木目って珍しいですね、これが入ってきておりますよ。こちらです。はい、外装はねだいぶちょっとクラックが入ったりして傷んできてますね。汚れなんでこの白いのはね、これは大丈夫なんですが、これ全部磨きをね、し直すのでもっと綺麗になるんですが、やっぱりね昔のピアノは木目が綺麗ですね。こんな風に木目が綺麗に出てます。これ磨けっていうかね、もうちょっと僕は吹き付けをするんですが、そうすれば綺麗になりますね。ちょっとあちこち来てますね、これね、この辺が化粧板が来てますが、この辺は修復しますけどね。まあちょっとこうやばいとこは修復しますけども、外装は一応現状という売り方をします。これカバーのかかってるとこね、カバーのかかってるとこが光ってて、かかってないとこが曇ってるというね、こういう状態です。はい、で中を見てみますと U1、 これ弱音装置はないのかな。昭和これ37年、あら私と同い年や、37年ですね。54年前のピアノですかね。えピアノって頑丈ですよね、本当にね。これあそこそこ、これ2本ペダルですもんね。2本ペダルやしないですよね、弱音装置。これ弱音装置、いくらかの2万5000ぐらいかなぐらいでつけることはできますよ。音をね、小さくする、まああんまり使いませんけどね、マンションの方以外はね使いませんが、そういうのをつけることもできます。ちょっとね外装はこういう形ですが、これで良ければということでね、出させてもらいたいと思います。さて音ですが、どんな音がするんでしょうか。ちょっとこれ角度が難しくて、なかなかこれでいいかな、おっと難しいですね、ね。はい、音を聞いてください。54年前の私と、じゃあ56年前の私と同い年の音です。おー、なる。ちょっと今のピアノにいいかもしれません、ひょっとしたら。うわお、前のピアノ、十分ですね。すごいな。ことありません。56年前のピアノに思えます、こんな綺麗な音で。いやー、ピアノってすごいですね、頑丈ですね、本当に。もうこんな用を持つわと思いますが、楽器というのはね、まあちょっとだいぶ汚れてますからね、ちょっと綺麗にはしますが、私と同い年のこのヤマハの U1 木目、どなたかお嫁にもらってくださいね。これからもう一花を咲かせてやってください。よろしくお願いします。ご希望の方は一回見に来てくださいね。よかったらね、実物弾いたらまた、だいぶまた印象もね変わるかもしれませんが、ぜひ弾いてみてください。それではさよなら。